本日は8月1日、セミアレイちゃんの誕生日でございます。セミア王をやっていこうと思います。イエーイ。セミアの出身地はどこ。セミアが出演するディズニー JCB カードの CM に一緒に出演した。いいな、ポジティブでフッカでコミュニケーション能力高いの。友達になりたい。めちゃくちゃ友達になりたい。友達になりたい。いっちゃいいやつや、そいつ。どうも、特殊なみかんの食べ方してみたいレンジです。どうも、常に笑顔でありたいエンタです。どうも、レイイングリッシュで英語を学びたいヨウジです。はい、ということで本日は8月1日、4期生のセミアレイちゃんの誕生日でございます。よし。ということで、まあ恒例の企画になっている生誕祭企画的なノリで、今回は〇〇王で、セミア王をやっていこうと思います。イエーイ。イエーイ。今年でレイちゃんに関してはまだ2回目なのかな。2回目。2回目か、そうか。4期生はまだ2週目ということでね、まあ、去年の問題からどんぐらいアップデートされているのかということで、4期生のこともね、いろいろ情報が増えてきてるっていうので、そういったところも知っていけたらなと思います。はい、それでは楽しんでいきましょう。はい、ということで今回問題を作ってくれたのがタンクさんということで、ルールの説明などお願いします。はい、セミア王を作ったタンクです。今回もいつも通り問題10問用意しました。基本早押しです。はい、最後の2問に関しましてはクリップにクリップ、ね、はい、しようかなと思います。はい、複数回答ある問題はありません。お、なので1問1ポイントという感じでやっていこうと思います。はい、あとお手つきはねありです。なので間違っちゃった場合はその場で回答権はなくなって、でまた全員もしねなくなる回答権がなくなっちゃったらまた復活っていう感じでやっていこうと思います。じゃあ第1問、セミアは今年で何歳？熱さん。20歳。正解です。20歳ですね。20歳。みんな20歳だと振りそうでしょ、歌うんだからさ。やっぱすごいよ。よぎり。テンション。だって俺らの青春時代の曲だもん。しょうがない。キャリアが。第2問。セミアの出身地はどこ？埼玉。正解です。埼玉のメンバーってなんか答えられない。熊谷 のちょっと上の方の人ですね。こんなこと言ったらあれだけど、やっぱ埼玉って印象ないんだよ。おー、出たよ。これだから千葉と埼玉バチバチになるんだよ。こういうやつがいるから。飛んで埼玉は2話もやりますから、またこれが繰り広げられることでしょう。第3問、セミアの兄弟構成は。姉一人。残念。兄弟構成は、姉さん、姉、レイちゃん、弟。欲しい。はい、上さん。姉、セイミア。あ、みんなセイミアか。そうだ、確かに。だから姉、レイちゃん、妹。正解です。妹だったか。はい、妹がいるらしいです。次女。じゃあ3姉妹なんでね。そうです。セイミア、セイミア、セイミアだ。そりゃそうだね。どの家庭でもそうなんだ。鈴木さんちでも鈴木、鈴木、鈴木なんだよ。確かに。鈴木、山田、鈴木とか、ね。ちょっと気まずいな。なんかあったね。特殊な家庭事情をお持ちだよ、それは。そうか、そうか。第4問。セイミアさんの推しメンは誰？熱さん。桃子。正解です。ショールーム審査の時に
ですね。モモコなんだ。はい。全然モモコとレイちゃんってなんか雰囲気真逆ぐらい違う気がするけどね、なんか印象としては。ね。だからこそ憧れるっていうのはあるのかな。なるほどね、そうなんだ、初めて知りました。いや、いい問題。4キラでね、逃げ水やって泣いてたから嬉しくて。第5問です。セイミヤに憧れているメンバーは誰？アーヤ。残念。アーヤ。はい、エツさん。イロハちゃん。違います。はい、レンさん。富里奈央ちゃん。違います。違う、いや確かかかった。ヒントはなし。なんだろう、これに出せるヒントか。おべんさん。おかひな。違います。おべんさん。アルタンさん。アルタンさん違います。違うんだ。さん。ミクタンさん。ねえだろ、それ特殊に作るな。違います。アルタンさんはあるからね。アルタンさんあるからね。ドバ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 、シュワ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 。じゃあ正解者はなしということで。まあそうね、これ以上やっても当てずっぽうだからね。はい、はい、正解はイオキマオちゃんです。キッキー。うまいイオキか。キッキーか。うまいな。そうらしいです。えー、皆さんは初めての挨拶をしたときに笑顔でずっと話を聞いてくれてたから。確かにイメージあるわ。セミヤさんに憧れているらしいです。本人泣いてたもんな。かしこまりました。はい、かしこまりました。第6問。2022年に配信した乃木坂46時間 TV のセミヤの電子台に登場した。じゃあレンチさん。ティモンディ高岸さん。正解です。はい、やればできる。オレンジスーツのイメージが。そう、本当に来てくれたって。そう。第7問。セイミヤが出演するディズニー JCB カードの CM に一緒に出演した。レザー。園長さくらさん。正解です。よし、はい、混ざりてー。第8問。セイミヤが2022年4月から月曜シーズンレギュラーとして3ヶ月間。エッツさん。ラビット。正解です。出てた、出てましたね。はい、じゃあ次第9問になるのでフリップの方ご覧ください。ある。今から乃木坂工事中の企画であった、自分の短所と長所を当てるっていうクイズがあったんですけど、それに出ていたセイミヤのまず短所、その時3つあったんですけど2つ言いますので残りの1つを答えてください。ほう、ね、外した時気まずいんだけど短所。なるほど。はい、じゃあ一つ目は相手の気持ちを考えるのが下手。だいぶぐさっとくるよ。二つ目が答えで、三つ目飽き性。はい、二つ目の短所をお答えください。なんだろうな。というかヒントっぽいものを出すとしますと、
ヒントあるんかい、あるかい、先に言えよ。はいはいはい、ちょっとあまりなんか確かに気まずくなるの嫌だなと思ってアイドルとしては別に悪くないことです。ただ本人がそう思っちゃってる。じゃあもう一度アイドルとして は素晴らしいことだ、そういう職業なんです。どうなんだろう、どうでしたかね。はい、はい、じゃあ答えの方を一斉にオープンしてください。オープン。オーバーリアクション、周りが見えない、目立ちたがり。あー、なんかありそう。なんかどれ、全部目立ちたがりアイドルとして確かにな、はい、オーバーリアクションとかもまあ、なんか人によってはちょっとみたいな感じにもなりえるのかなみたいな、あの基本はみたいな、はい、どれもそれっぽいじゃん、うん、そうね。正解の、正解知る方いらっしゃいます。正解はヨウジさんです。しゃー、目立ちたがりね、目立ちたがり、いいことよアイドルなら、はい、目立って、目立ってなんぼですから。じゃあ続いて最終問題第10問です、はい、先ほどと似たような問題なんですけど、今度は逆ですね。セイミアの長所をお答えいただきます。でまたさっきと同じように2つ言います。最初の答えします。1個目ってことね、1個目を答え、2つ目、いつもポジティブ、3つ目、フットワークが軽い。いいね。はい、1つ目の長所は何でしょうか。これも自分が言ってるんだよね。はい、自分が言っています。いや、フッカルポジティブ以外ってことね。はい、フッカルポジティブ以外、ポジティブ足りてんだ。ポジティブでしょうでしょうね。あのキャラクターでネガティブだったらすごいですね。実はネクラブでしたよね。なんだね。あ、これヒントらしいですか。まあ、そうですね。セミヤさん自身がは丸○○モンスターというふうに言っています。あ、待って。いや。やばいよ、これにしよう。わかんない。はい。面接の時とかも、あなたの長所を教えてください。難しいよね。あなたの短所を教えてください。はい、じゃあ答えが書き揃ったということで、一斉にオープンしてください。オープン。あ、俺それ迷ったんだよね、コミュニケーション。コミュ力みたいな。食欲モンスター、ゲラゲラモンスター、コミュニケーションモンスターという。俺ファッションモンスターって迷った。やっぱやっぱそうだよね。絶対違う、幼児がファッションモンスターって言うと思った。俺最初ファッションモンスターが出てきてあーってさ、キャリーに引っ張られすぎだった。いや、言うだろうなと。いや、言おうかもやったけど、本当に書くならちょっとなるかなと思って。いや、さすがに書かないと思う。おふざけがすぎるかなと。俺もね、ここまで言ってたファッションモンスターだ。はい、まずね、答えの人が、答え合ってる方がいらっしゃるか。答え合ってる方、います。いるんだ。いるよ。はい、正解者はヨウジさんです。おお、はい、よかった、ふざけなくてファッションモンスターとか書かなくて。やっぱそうなんだ。いや、俺どうせ当たんないからふざけるかとか思ってたけど、コミュニケーションモンスターね、コミュ力モンスターですね。はい、コミュニケーション能力大事ですからね。あ、素晴らしい。あれ、いいな、ポジティブでフッカルでコミュニケーション能力高いの。友達になりたい。めっちゃ友達になりたい。友達になりたい。いっちゃいいやつや、そいつ。いいな。結果発表。はい、皆さんお疲れ様でした。早速に
ですね、結果の方を発表していきたいと思います。第3位レンジさん2ポイント、第2位ヨウジさん3ポイント、はい、今回めっちゃ僅差ですね。今回第2回セミアオに輝いたのはレンジさんで4ポイントです。全員決勝だったんだ。なんでかわかんないけど、なんかタンクの作る問題ってこう結構僅差になるよね。やっぱ問題が素晴らしいじゃないですか。あざす、はい、です。答える方は苦手ですが、作るのは得意です。なるほど。はい、ここまで動画見ていただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。乃木坂の世代も変わりまして、まあ、3期、4期、5期っていうところでね、今まで先輩メンバーが目立ってたところに今後こう新しい風が吹いてくると思うんでね、いろんなメンバーの活躍も見れたらなと思います。はい、この動画を見てセミアレイちゃんのことをもっと知りたいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。それでは次回も楽しんでいきましょう。